そうですさっき事前にですねお話をちょっと聞いてたんですけども、まあ、普段あのー、こういった前でお話しする時は、まあ、同年代の人とかが聴衆の場合が多いということで多分こうどういった形で起業をするとかっていう形のお話が多いんですけども、まあ、今日、あのー、こちらに来られてる方は言いにくいですけどもちょっとおじさんというかだいぶご年配な方なので、まああのー、腹黒く。 出資したりとか買収したりとかいろんな、まあ、あのどちらかというとこちらの若い人たちをどう自分のビジネスに取り込もうかという部分と、まあ、彼らのセンス、まあ、彼らが最近どういったことを考えたいとか、まあ、どういったサービス見てるのかとか、まあ、そういったセンス部分の両面かなと思いましてその辺のお話をいろいろ聞いていきたいなと思っておりますじゃまず簡単にどんなことをしているかあの自己紹介をしていただきたいんですけども何やってるかもそうですし、まああで後で 編集できますんで具体的に何か数字とかでこんなすげえことやってるぞというところができたらお願いしたいと思います。じゃ加藤さんからお願いします。はい、えー、皆さんおはようございます。えー、っと株式会社プロゲート代表取締役の加藤正仁と申します。えー、っと1993年のあ三年生まれの24歳でもともと東京大学の情報系に所属していたんですけどそこでえっとプログラミングをま勉強 していて、いただ大学で学ぶプログラミングがとてもつまらなくてで自分でいろいろウェブサービスとかを学んでいるうちにまあ受託したりとか起業したりとかっていうふうになっていってもともと東大にいた頃は大学院に行ってえ大企業に就職してっていうのがまあ当たり前のルートだと思ってたんですけどそのプログラミングを学んだことによってそうじゃない選択肢がいろいろ自分に増えたっていうのはすごくうれしくてそれをもっといろんな人に教えたくてプログラミングをいろんな人に教えてるうちにまあその サービス、えっと、オンラインでプログラミングを学べるプロゲートっていうサービスを作って起業をしましたで今、えっと、3期目の会社なんですけれども、えっと、イーストベンチャーズさんやフリーカウトさん DNA さんだったり、まあ、あとエンジェル投資家であのメルカリの山田さんだったりとかに投資していただいて、えー、日本でまずサービスを展開していて。 え大体今16万人ぐらいがプロゲートを使ってプログラミングを学んでくれていて、まあ、今月額制円のサブスクリプションでその有料会員みたいなのもやってるんですけど、まあ、有料会員になるとより多くのコンテンツが学べるっていう形で、えーとまあ、4%ぐらいが課金してくれていて6000人ぐらいが今サブスクリプションをしてくれているっていう感じですで、まあ、国内ではもう結構このプロゲートどんどん伸びていきそうだなっていうところなので、まあ、今オンラインのサービスなんでそれを全て翻訳して海外で出そうっていうところで、まあ、その海外展開っていうのを視野に入れてやっているところで はい今日はよろしくお願いします皆さんこんにちは株式会社 AMF 代表取締役のしいきりかですと私は1997年生まれなので19歳の大学今2年生で慶應義塾大学の方に通ってます で自分が中学3年生の時に AMF、えっと、っていう会社を設立しまして、まあ、自分が15歳の時だったんですけど最初設立した時は映画作りたいなと思っててでこう会社立ち上げたんですけどあ映画作るのってお金必要じゃんって立ち上げてから気づいてでそれでお金稼がないと,と思ってでいろんなこう会社さんとお仕事させていただこうと思ったんですけど ま,あまず最初にサイバーエージェントさんにお声掛けいただいて JC、JK のことで困ってるからちょっとお話聞きたいみたいな形でこうお声掛けいただいたんですけどその時にこう女子高生目線からどう思うとかその中学生で起業したとかすごいねっていうふうに言ってもらうことが多くってそれまで自分が中3で起業したことって別に特別なことじゃないというか別にみんなやってるだろうぐらいの気持ちでやってたのですごくそこで驚いて。 じゃあ女子高生向けのビジネスを自分の会社でやった方がいいんじゃないかなと思って今 JCJK のマーケティング主な仕事としてやっていますで今 JCJK 調査隊っていう子たちを抱えてるんですけど全国に大体100人ぐらいいましてその女の子たちと一緒にナショナルクライアントさんと一緒にアンケートとか座談会をやってるんですけど今数字的なところで言うとえ数まだ多くは言ってないんですけど 今前期4倍ぐらいで伸びていてどこからも出資はまだ受けたことがなくて100%私が持っているという形ですね。でえー、と目標としては2020年の株式上場で女性の最年少上場が今37歳の <coughs> 常沢さんなんですけどでも37歳っていうと。 ちょっと遠いいじゃないですか <laughs> あと20年ぐらいあるんでそれちょっとあんま目標にしても楽しくないじゃないですかなのでまあ最年少の本当上場が24 25歳かのリブゼンスの村上さんなんでそれをじゃあまず声に超えていきたいなと思って、まあ、現役大学生の22歳の2020年を目標に上場したいなと思っています。 今日はよろしくお願いしますおはようございます牧浦どうかです本当に自はやりにくくですね毎回私がお話しさせていただくとき自分より年上で、えー、自分なんかじゃなくて皆さんの方がここに座って話されているべきなんじゃないかっていう場が多すぎていつもやりにくいんですが私の自己紹介はですねもともと中学校の2年生まで日本 の学習院書道科から藤原和博先生が有名だった和田中学校に2年間入学してその後藤原和博先生に「お前は日本にとどまっている器じゃないからイギリスに行け」と。 いや自分を呼び寄せた人間なのにひどいなと思いながらで彼のことに従ってイギリスのボーリングスクールにハリー・ポッターみたいなところに高校3年生までいました本当にハリー・ポッターみたいなところですねイメージはでその後私アフリカにものすごい興味がありまして今も昔もで一番初めに起業したのが17歳の時ですね東アフリカのルワンダ虐殺で有名な国ですけどそこで国連、まあ、正確に言うと国連食糧計画っていう UNWFP さんっていうところがあって そこと私の方で、えー、ジョイントベンチャー合弁を作って。 農作物が足りているところから足りてないところに輸送する販路とそれから我々が実際に農協のように買い上げてそれを少し高値で別の市場に売るという本当に商社の原型みたいなことをずっとやっていました2年ぐらい前に世界銀行の傘下に IFC ってインターナショナルファイナンスコーポレーションというところがありましてそこに半分以上を譲渡して私は今月1でスカイプでミーティングをしてますという段階になっています最近私が注力しているもう一つの事業 としてはタイで、えー、バンコクを中心にパーソナルデータバンクっていうヘルスケアのアプリをクローズドで3万人ぐらいに提供していて何をやってるかっていうといろんな人たちから健康情報身長体重今日の体調とか、えー、どういう気分ですかみたいな単純なベーシックなインフォメーションを頂い,いて、えー、そうすると彼ら彼女たちに、えー、その人たちのこういう糖尿病だったらこういう薬があるんで。 この薬局に行ってくださいっていうような薬のクーポンを提供するとでその人たちが我々のサービスを介して薬局に行くと我々にフィーが入るっていうものを本当にクローズドベータ版で3万人ぐらいに単位の厚労省と一緒にやっていますあとはいろいろ失敗もしてきてですね 2年ぐらい、まあ、トヨタ通商さんと一緒にタイの渋滞、バンコクのもご存知の方、多いと思うんですが、バンコクは渋滞が広いんで、渋滞問題を解消しようって言って、ですね、タイの6万台ぐらいあるタクシー、3万台ぐらいにビーコンを積んで、位置情報を、まあ、提示して、まあ、今、グーグルに買収されたウェイズっていうものがありますけど、今、ここの時間は、例えばスクランブル交差点、たくさんの車がいるから、こっちを通った方がいいんじゃないかみたいな、そういうナビゲーションサービスを提供しようとしたら、ですね、意外とタクシーの運転手の人たちのプライドが高すぎて、十 1>, 1万台も集まらなくてですねそれじゃ一条がゲットできないだろうっていうことでそれも先にジョイントベンチャーだけ作ってしまって後々解消みたいなこともありつつ今を得てここの場にさいとどまさいて頂いてるともう緊張しすぎて噛んじゃうんですよねか日曜日なのでよろしくお願いしますあのちょっと当初想定した話と若干ずれるんですけど僕もさっき知ったんですが牧浦さん今裏側でお父様が。 あのセッションをやってらっしゃるということで、あの小沢さんのところでやってるんですけども、椎木さんもお父さんがまあジョ,ジョー企業の社長ということで、あのここにいる人たちも、もお子さんいる人たちも多いと思うんですけど、やっぱお父さんの影響って、もう自分が企業していくところとかで、あったりしたんですか、お2人、私は多分リカさんとかと真逆で、親父みたいにはなりたくないなと。 今はヤマトホールディングスにいますけどその前までずっと20年間あの外資系の投資銀行にいまして本当にプロジェクト中再建中、まあ、JAL の再建なんかやってましたけどその時なんて72時間家に帰らない寝ないで本当に死に物ぐらいでプロジェクトをやるなんて当たり前でやさすがにそれはないだろうと。でやっぱりそのアドバイザーの仕事であって自分はもっと当事者の側で起業する身でやりたいなっていうのがあったんで逆に。 違う道に行こうじゃないかっていうことで、今に至るっていうのはありますね。さっき、あの、お父様は、二つまでボタンがいたんですけど、息子さん三つまであてるんで、結構影響 <laughs>。それは、それは影響を受けてるんじゃない。かそれは,は、影響を受けてるんじゃないで, <laughs> ですよね。<laughs> じゃあ、じゃあ、じゃあ、飼育さんも。 そうですね私はめちゃくちゃ影響を受けてますねでやっぱりこうどうしても中学生で起業するって普通は親が許さないと思うんですけどあのもうむしろあ起業するのあいいじゃんみたいな感じですごく応援してくれたのでそこはすごく心強かったですしその高校生の時に私が担任の先生に、まあ、ちょっといびられてて「あのな何でお前会社やって」 お前とか言われなななないいでですけどなんんん会社やってんのみたいななんかそんなあの大人になってからやればいいじゃん,なんやめちゃいなよみたいな感じで結構言われててでその時に私はいやこういうことやりたくてやってるのでちょっと頑張らせてくださいみたいなことを言ってもなんかずっとずっと言ってきたのでちょっとパパどうしようって言った時にやっぱ父がその他人の先生と話してくれたりとかして、まあ、結局。 納得してくれたみたいなので、そういうこう支えとか、やっぱり必要だったなというふうに思うので。まあ感謝している部分も多いですし、あとはこう。かっこいいパパっていうのは大事ですね。かっ,かっこいいパパ。はい。ね、いや、本当に大事なんですよ。あの。自慢になるんですよね。かっこいいパパだと、あの見た目的な話もそうですし。なんか。 かっこいいパパの条件をもうちょっと言ってもらえると、ここにいる皆さんが明日から気にすると思うんで。うん。ファッションがにちょっと気を使ってる。はい、あといい匂いね。大事ですこれ。いい匂いといい匂い <laughs> あとなんだろうな。やっぱお仕事を楽しんでるっていうかこうキラキラしてるっていうことはやっぱりこう娘からというか子供から見てもわかるので、それが大事かなと思いますね。はい。でそれで私は。 はい父親のことがめちゃくちゃ大好きっていうことをいろんなところで言ってお小遣いをもらってますあの外に出て出て外の場合かっこいいお父さんと家庭の中だとちょっと奥様に知りたくたりとかしてるお父さんもいると思うんですけどお父さんはやっぱり家の中でも起業家としてかっこいい感じだったんですかいや全然ですよ <laughs> いややっぱりそこはもう母親の方が強いのでいびられてるんですけどまあそこはこう愛らしいところじゃないですかなるほどはい じゃあちょっと本題の方に入りたいんですけどちょまず最初にですね今日はあの西條さんとか VC の方もいらっしゃるのであの皆さんが、まあ、どうしてもこう大人側の人たちはお金出すとかで、まあ、別にこうっくらな感じの部分があると思うんですけど皆さん皆さんでこういった会社とか。 こういうまあ大人の人たちとかのじゃないと付き合いたくないなとかこういった選ぶ側にいると思うんですね実は逆で,でこっち側を選んでるような思いって実は皆さんに選ばれていると思うんですけどもどういった会社さんとかどういった人たちだとこうファイナンスもそうですし事業とかを提携したいとかどういうふうに選ばれてきたかをちょっとお聞きしたいなと思っていて先ほど加藤さんがいろいろとファイナンスで多くの会社さんから出資を受けていると思いますのでちょっとその辺お話聞かせてもらっていいですか、はいえー。そうですね えと出資をしてもらいたいような VC さんだったり事の、もうぶっえもうぶっちゃけ口を出さない人全く口を出さないでくれる人がいいなと思っててむしろそのあのこちらが聞いた時には答えてくれるけどその他ではもう全く干渉してこないような人がいいんじゃないかなとか思っていてその今のイーストベンチャーズの松山大河さんとか一番初めに出資していただいたんですけどその時からその。 あのもう町山さんがおっしゃってたのがまあ僕は君たちのまあ未来に投資しているわけでこの事業をめっちゃ伸ばすことに投資するわけじゃないからもう自由にやりなよってことをおっしゃってくださってでまあお金がつきそうになったらいつでも支援するからもう自由にやりなってことをとにかくしつこく言ってくださってそれはすごい良かったなと思っててあのまあ結構その年配の方々とお話しするときに僕の事業の話をするとまあじゃあプログラミングで人材を作ってるんだったらどんどん人材紹介の方に持ってったらとか。 結構その、まあ、確かに正しいんだろうなと思うんですけどちょっとち,ち,っち,ゃちっちゃいことというかアドバイスがちっちっゃいと <laughs> いやそうではないんですけどいや正しいだろうなと思うんですけどただ僕としてはやっぱりその世界一のプログラミング学習サービスを作りたいなと思ってて世界にはそのコードアカデミーとか、まあ、ユーデミーとかそのもう数百億数千億円の企業価値の会社があってでも僕はそれは全然倒せると思ってて。 ただ、それに必要なのは本当にいいコンテンツを作ってユーザーの人が実際に作れるようになるようなプログラミングの教材を提供することができればそれは全然できると思うんですけどあの要はその邪魔をされたくないというか本当にとにかくいいサービスを作って海外に出して伸ばしていきたいというところででも今、収益ちゃんと上がってないんだからどんどんこういう人材紹介とかやっていけないよとかもっと単価高くしないよとかって言われちゃうとサービスの改善に時間をつぎ込めない。 っていうのがすごい嫌ででそれに対してまあ今投資していただいている松山大河さんとかあのフリーカウトの本田さんとかはもうあのこの話をして海外で広めたいって言った時にあもうじゃあすぐ投資するよみたいな感じでもう翌日にはとにかくお金だけ振り込んでくれてでもうそこからもう放置みたいな感じなんですよで本当にちょっと詰まってしまってこれどうしたらいいですかねとか海外でこういうところ行きたいんですけどちょっと人紹介してくれませんかみたいな時には。 どんなアドバイスをくれる。でもそれ以外はもう全然定例とかもないですし、でそういう形が僕は今すごいやりやすいなと思っていて、はい。なんでまあまとめると本当に自由にやらせてくれるような人ですかね。ちょっともうちょっと突っ込みたいんですけど、アンダーニジュの企業家とか、まあアンダーサージュ三ティでも企業家とかあっていると、多分7割ぐらいの会社にタイガーさんが出資してんですよね。<う>すごいなと思って、タイガーさんのその若手カバー率。 などういうもうちょっとなんでタイガさんがあんなに人気でもう圧倒的にまあ若手に対してタイガさんをカバーしてると思うんで,でなんですかね,そうですね僕はタイガさんも結構勝手に親みたいな存在だなと思っててどう知り合ったんですか、まあ、まず、えっと、まずとしてもともとはイーストベンチャーズの新しい本郷オフィスがオープンするっていう時にそれに遊びに行ったのがきっかけでそこでイーストベンチャーズのアソシエイトの方と出会ってプロゲートを見せたら。 あそれちょっと面白そうだから松山さん紹介するみたいな感じで会いに行ったのが初めてで,でその時僕らはまだサービスを作っ,て作ったばっかでそのお金にも別に困ってはいなかったのでサーバー代ぐらいしかかからないので別に出資が欲しいと思って会いに行ったわけじゃなくてただタイガーさんっていう有名な人がいるらしいぞみたいな感じで会いに行ったんですけど、まあ、そこで話してるうちにあのもうとにかくあの君たちが将来絶対成功すると思っていてあっていうかその。 本当に数十分の会話しかしてないんですけど、絶対君たち将来成功するからそのサポートさせてくれみたいな感じで、もう翌日にお金を振り込んでくれてみ翌日が大事なんですかやっぱね。<laughs> <laughs> 結構ポンと行くというか見識が早いっていう意味では。そうですね。結構大事かなと思います。そのやっぱり僕は本当にサービスをひたすら開発してたい人間なので、なんか余計なペーパーワークとかにあんまり時間を使いたくないんですよね。それを全部 VC の人が巻き取ってくれてやってくれるっていうのは結構。 あ嬉しかったですねその時はあのドガ君もファイナンスとかをしているという話だったので,で、ね、私はもう初めからアフリカ海外なんで全然あれが違いますけど、まあ、やっぱスピード感でやってて面白い人がすごい大事なんだと思っていて私は初めに世界銀行にファイナンスしていただきましたけど 900K 世界銀行のアフリカの投資部門のトップの人に会ってその翌日メールで「IWILLINJECT900K」って書いてあって。 まあ 9, 9万ドル振り込んどいたからっていうふうに言われて、まあ、大体1000万弱ですけどでその時インジェクトの意味も分からず注射かなみたいなでインジェクションっていうんで,で900と K の, K の意味も分からなくてキング何,トランプ何の話みたいになってで見てみたら振り込まれていてで向こうの会企業っていうのは起、まあ、業はしやすいんですけど私はあの実質的にはトップにはなれないですね。 だから肩掛けはエグゼクティブディレクターとかコーファウンダーとか、まあ、だからなってるんですけどその現共同創業者みたいな人がいてでその人を私が初めて出会った5年前、まあ、本当に1ルワンダの ICT 商工会議所の事務局長みたいな、まあ、かなりの若手の人で、まあ、ちょっと日本が好きで「i l o v e j a p a n e s e みたいなそういう感じでわ私と一緒に事業やっていこうみたいになって今ではルワンダの ICT ヤング i c t 賞の時間みたいな。 でかなりトップに行って「私もこの間加賀メ大統領にお会いさせていただいてそこからこういうことやってるんです」って言って。 そういう話をして一緒にアフリカの方の会議のティカントっていうのにも出ていったりとかっていうような感じでジャパニーズアントレプレイナーでジャパニーズカンパニーがないっていうところでプレゼンスが高まるのでそういった面ではまだまだえあっちの54か国ありますしえアフリカの方の市場で我々がプレゼンスを高められるチャンスは大いにあるんじゃないのかなと思っていてそういう意味でやっぱりあの一緒にやっていくパートナーさんっていう人もえ面白い人がやっぱり我々としては特に若い人たちとしては エキサイティングなんじゃああの地域さんはまだファイナンスされてないって話ですけども、まあ、今後上場していくということだとファイナンスも必須になってくると思うのでどういう方々と今後一緒にしたいなこういう人が逆に嫌だなっていうところ両面もちょっと教えていただけたらな私の場合はその、まあ、メディアとかにもたくさん出させていただいていて。その世の中的にあの 社長と行ったらみたいな感じで覚えてくださっている若い子たちも多いのでその若い人たちにこう夢を見させてあげられるような方に投資いただくのがいいかなという,ふうに思っているのでうーんなんかそのお二人みたいにスピード感が速いとかっていうよりかはそのめっちゃ世の中的な影響力がある人とかそういう。例えばどんな人がいる どんな人。うーん。いや <laughs> いやいやいや。まあ、でも、あの、影響力とか、その知名度とか。こう、あ。自分が起業したら、もしかしたら、こういう人とかと仕事できるのかもしれないっていうふうな夢を見させてあげられるような人がいいですかね。なるほど。じゃあ、そうですね。ちょっと、まあ、話題も変えてきながら、あの。 僕,らこう僕も今、いろんな若い人たちとかと社長とかまあコミュニケーションしながら、まあ、こんなサービス流行っているとか、まあ、いろいろと話をしていてでこう30代、40代50代の人たちってまだまだ自分の感性は若いと思っているんですよね。まあ、多分ここにいる人たちもそんなこうアンダー25という私も僕も25の人たちと同じ感性でサービスを作れと思っているんですけど全然違うんですよね実際。実際そんななこと全くなくて 若い人たちの話で使っているサービスとかも全然違かったりとかをしているのであのその辺のちょっと今皆さんが気になっているサービスとかこんなのよく使っているとか、まあ、国内外含めてちょっと皆さんより感性の方に近づくところに行きたいなと思うのでじゃ逆サイドからドア君からいきます 私、意外とあんまりあの若々しくなくてですね、まあ、この格好からしてわかるように、あんまり若い人たちが使ってるサービス、スナップチャットも2年、私、イギリスにいたんで、イギリスの友達、みんなスナップチャット使ってるんで、全然自慢とかではなく、皆さんが、わあ、スナップチャットすげえみたいな、3年ぐらい前からものすごい流行っていて、私が高校の時から入っていたんで、その時にあに、スナップチャットやりすぎると、本当にあの1日消えるんですね。 でそれでまあデリートしましてそしたら最近インスタグラムも同じようなサービスを出してきてダラダラありますけどあんまり若いサービス使ってなくて唯一毎日使ってるサービスは全然若くないですけどリンクドインパルスっていうものがありまして PULSE っていうあの簡単に言うとニュースピックスの海外版でリンクドイン上で影響力のある人たちが毎日まああの気になるニュースを。 ピックして、まあ、それを投稿して、でそこにコメントを並べて、他の人たちもバーッとコメントを書くっていう。で、まあニュースピックスと同様に。 いいねが集まった人のコメントが上に出てくる、これが意外と面白くてですね、かなりニュースペックスと違って、リプライ機能がついてるんで、ある人がコメントしたら、さらにそれにリプライをして、いや、俺はこうこうこう思うみたいな発言がばっとあって、ウォール・ストリート・ジャーナル、えー、ワシントン・ポスト、うんぬんの三種類とかを比べるよりも、そっちを見てるほが勉強になるんじゃないかって思って、それを全然関係ないですけど、えー毎、毎朝読んでます。全然若くなくて、申し訳ないです。ちょちょ若い一番若いさんどこから次に そうですね私の場合は生放送系が好きですね生ってますねで生放送って言っても生放送 EC とかがやっぱりこれからもっと来るんじゃないかなと思ってます最近キャンディーさんも始めましたよねあ、そうなんですかライブの,、はい、あの販売のやつがなんかラインライブ、はい、でそのインフルエンサーの子たちがやってるのとかは たたまに見たりするんですけどそれれとか本当に売れるみたいなんですよねそこちょっと突っ込みたいんですけど中国だとやっぱりライブで中に EC っていうのがすごく流行っていて本当にこう口紅が2万本売れるとかリアルタイムにそういうこと起こっていると思うんですけど日本だとどうしてもジャパネットの方みたいなイメージが <laughs> まあ非常に強い中で <laughs>、はい、どういう人たちは。 どうか買うのかとかどういった商品が売れてるのかなみたいな、うん、もう一歩ちょっと掘り下げたところをお聞きしたいなと思うんですけど、うん、一番大事なのはやっぱりインフルエンサーじゃないですかねそのやっぱりジャパネット高田みたいな,なんかああいうこうザテレビショッピングとかって絶対嫌なんですよなんですけどやっぱり買うものってそのインフルエンサーの今ユーコスっていうあの 子がすはいあのちょっと調べてみてくださいあとででその子とかがあの自分でプロデュースした洋服とかを着てあのこれどこがおすすめなんですよとか言ってポイントを教えてくれるとなんかえー、私もなんかユーコスみたいになれるかなとかちょっと思うんですよねなのでその別にジャパネット田さんが着てるスーツとかって別に欲しくないじゃないですか。<laughs> <laughs> だけどのまやっぱりインフルエンサーの子があの自分語りしてくれて私に向かってやっぱり商品を売ってくれてるっていう錯覚が一番買いたくなる衝動そうこそ今まで今のテレビ通販だと安いとか、うん、ここでしか売ってないみたいなところが強いと思うんですけどそのライブスペインに買う人たちの感覚っていうのはあくまでその,その人になれるみたいな感覚が強いからなんですか そうですね。うん、この子に変身できるというか。 乗り移れるって感感じの感覚なんですかねそうするとこう逆にアイテムが限られてくるのかなと思っていて電化製品とかこの人なれるじゃないのでそのアパレル系とか化粧品とかそういったのに結構限られちゃうんですかそれはそうですね正直アパレルとか化粧品とかが一番向いてるものだとは思うんですけどでもモデルさんとかだったらなんか食品とかもまあいけるかなと思いますけど。ななるるるほほどど、はい、他ライブストリーミングの EC 以外になんか最近流行っている 興味があるとはまあ仲間内で使っているサービスとかコミュニケーションも含めてうん使ってるのはあ使ってるのすぐ思い浮かばないんですけど使ってないのはでものは <laughs> あの大人が使ってると思い込んで ZOZOTON ゾゾとか使ってない ZOZO でも事業的には絶好調ですよねでも10代の人使ってる人って周りで聞いたことないんですよね そうやっその扱っているブランドが違うからなんですか。うん、そもそも多分ゾゾタウンの存在知らない子がめちゃくちゃ多いです。知らない。知らない。親も使わない。だからちょうど多分三十代とか自分たちが親世代じゃない人たちが主な顧客だと思うんですよ。ゾゾとかとウェアとかだと結構出ているこう若い子も多いのかなってイメージがあるんですけど、でもそれでも使わない。ウェアは見ない。 ダウンロードしてる人見たことないの逆にそのインターネットで物を買うときにどのサイトを使ってるんんですか皆さんインスタインスタで買うインスタで見たものをスクショしてそれをそのサイトブランドのサイトのホームページから見て買うかもうお店に行くっていうか、ね、逆に楽天とかアマゾンとかは楽天 なないないい <laughs> <laughs> めっちゃゃ見にくいじゃないですかもうアマゾンはあの親がやっぱりプライム会員だったりするので、はい、親に買ってよとか言って LINE 送って買ってもらうっていうパターンがめちゃくちゃ多いですね。その探すというところと買うというのが分かれると思うんですけどうん、うん、探すのはインスタとかで探して、はい、買うのはもうど,っかからどこで買ってかあんまり気にしないってことですか 気にしないっていうか、その買う体験が結構大事だったりするので。ええ、その E. C. とかで一人ぼっちで買うって、なんかやっぱ寂しいんですよね。逆に一人で買わない E. C. ってあるんですかね。どんな通り。どういう<笑><笑>みんな多分ここ。こっちがポカーンとしてるんですけど。E. C. って一人で買うんじゃないの。っていう大人になると、なんか一人で買うことの方が気持ちいいじゃないですか。誰にも邪魔されないです。はいはい、はい。だけど、若い時って、やっぱこう。 友達とか彼氏とかに見てもらってあそれ可愛いね似合うねとかそういう共感が大事なんですよなのでそのお店に行くっていう行為が大事で別に買うことが目的じゃないんですよなるほどそういうなんかインスタとか撮ったやつを友達とか彼氏とか送ったりしていいねとかっていう,う,う,うこれ似合う似合いそうだねとかって言われることが気持ちいいのでじゃ逆に送られてくるんですか <laughs> 結構友達とかからこれ似合うとかあ来ます来ます。 なるほどた、ね、ぶ、うん多分ここにいる人はみんなそんなことは一切やってないと思うんですよね。<laughs> <laughs> なるほどじゃあ EC は基本的にはそういっった形でやってると。あの楽天で思い出しましたど、多分マスサさんとかも同じで、はいはい、我々の例えばランディングページとか新しいサービス作りますっていう時、はい、あとあとあれですね登録するサインアップのページ作るとき、はい、一番私が参考してるのが楽天のカニのページ。 カニバカ売れしてるんですよ、楽天。ね、あそこで、あカニクラブのカニを買ってる。はい、で、カニにここの店の全国ナンバーワンで、まずはその後カニ作ってる人の顔を見せて、さらに数字を載せて、さらにそこにサインアップをやって、さらにその後と、えー、FYI でたくさんいろんな数字を並べて、我々がナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワンで、またさらにサインアップみたいな。っていうことで、多分そういうローボーサービスの中にも、我々が生かしてるヒントってたくさんあるんで、楽天のカニとかはラ,ランディングページとかの時に。 えー、よく使使いいます。すすどうでかかってなじゃあ,あ,のじゃあ最後じゃあ加藤さんから最近、まあ、気になっているサービス使っているサービスとか。そうですね。僕ももう結構起業して34年ぐらいになっても大学とかも行ってないんであんまりそのなんか同世代がどういうものを使っているかって分からないんですけどただやっぱりその、あかつそのやっぱり IT 業界にいるのでその IT 業界だけで流行ったものとかに結構バイアスがかかってしまいがちだと思うんですけどその中でももう全然 IT 業界関係ない人。 でもやっぱりそのなんだろうまあツイッターとかでも大学時代の友達とかが「メルカリでこういうの買ったよ」とか言ってたりとかしますねでもう一個が結構クラシルこれ同世代の IT 企業家の堀江がやってるやつなんですけどこれ最初はそのすごい伸びてるって感じではあったんですけどまあ言っても IT 業界にいるからそう感じるだけであって。 実際その僕の彼女の更に友達とかがクラシルでこういうの作ったよみたいなのをあげてたりとか僕の家族とかでもクラシル知ってるんだけどなんか友達なのみたいなこと言ってきたりとかあ意外と。 しっっかり伸びててるんだなっていういう,ふうに感じますね、うんであのまあ、ここにいる皆さんどうしうとおっしゃてクックパッドの方がよく知ってクラシっていのは料理動画なんですけどクックパッドの方がよく知ってる状況なんですが料理僕もするんですけど料理してると、はい、こう作ってきてここやってこう作ってきたからページの方が作りやすくて動画だとパーっていっちゃうじゃないですか。<laughs> もうやってる最中にバッといっちゃうんで、はい、なんで動画の方がいいのかなっていうのはまだその38歳なんで分かんないところなんですけど、はい、若い人はしかして動画の方が料理作りたいって何でか教えていただきたいなっていう,、えっと、もう僕もめちゃくちゃ料理するわけじゃないから分かんないんですけどその実際に料理を作るときに使うってうよりは僕の場合はその買い物をしてるときに今日何作ろうかなみたいな感じで見る分には動画でどんどん見た方が「あこれうまそうだなじゃあ家帰って作るか」みたいな。でも実際に作る時は そこからまたちょっとクックパッドで似たようなやつを探したりもしする時はありますし、なんですけどそのまあ検索をするっていう意味でクラシルの方が使いやすいなと思います。はい。ちょっとあの動画のところを掘り下げたいんですけど、やっぱりあのよくフェイスブックおじさん向けとかっていうフェイスブックもまあ最近動画多いですが、やっぱりテキストと写真っていうのが僕ら大好きできてるんですよね。インターネットっていうところにおいては自分のペースでこう見ていく。でも今いろんなものが動画になっていて、さっきの EC とか。 あとはその料理他にこういったジャンルは動画で見ている、実は僕らはテキストと写真で見ているけど、若い世代はこういった動画で見ているとかっていうジャンルがあったら教えてもらいたいなと思うんですが、らそれこそ、リクルートさんなんかが提供しているスタ,スタディサプリ、なんか今、日本の受験生の2人に1人が使ってますけど、昔は教科書で見てたのが、先生のいい先生の、面白い先生の授業を動画で,動画で見てるみたいなのがあります。私は見ないですけどね絶対 <laughs> いや、思っていて、だから、世代じゃないからってもありますし、普通に教科書で読みたい、ログミーみたいに書き起こしてほしい、やっぱり動画って一方的になっちゃうんで、自分のペースに合わせられないんで、だったら自分で教科書を見て、自分でまとめ書いてっていう方がいいですね、ただ、やっぱりマジョリティの人たちは動画、やっぱり先生の質が低いらしいので、動画で見るのが流行ってるっていうのは、やっぱり自律見ますけどうですかお二人はい うん、動画、多分これもう全世代共通だと思うんですけど Hulu とか Netflix とかああいうのにめっちゃ課金するんですよね、みんな。なぜか分かんないんですけど LINE のスタンプの,あの120円とか210円を課金するのにめちゃめちゃためらって、やも買わねえってなるのにあの900いくらを払うのの障壁ってなんであんなに低いんだろうなと思うんですけど。 すすごいみんな見てますねちょっと興味深いんですけど一昔前数年前だと若い世代ってできる限り無料でいろんなものを手に入れたいから YouTube をひたすら検索して YouTube 見ていて YouTube であるアニメとか YouTube である映画みたいに探したと思うんですけど最近だってやっぱりそのちゃんと定額を払い始める感覚が強いなと思ってるんですがうん、うん、その辺って何で変わってきたんですかね。うーん YouTube、に 出ててるのってやっやぱりこうちょっとユーチューバーとか,なんかどちらかというとテレビみたいな感覚の方が近いんですよ私たち的には。なんですけどネットフリックスとか Hulu とかってこうプロが作ったまあテレビにしても映画にしてもなんかこうコンテンツっていう感じがするのでそこにこうお金を払うのって別に当たり前の行為でしょというかもう映画にお金払うのと同じでなんかそこにあんまり抵抗感がないというか。あとこう ネットフリックスを見てる私かっこいいっていう言葉につけると思いますね。だからこうネットフリックスとかをこう大学の授業中にこう見ながらそれを写真撮ったりとかしてなんか今テラハ,ハワイ見てるなみたいなとか撮ってインスタとかにアップするのがかっこいいと思ってる子とかめっちゃ多いと思います。今日ここの後多分言う方ありますすけどどアベバ TV ととかはすごいい伸びててるっていうとこで実際こここう人たちがどれが 見てるか、まあ、若い世代見てる、アビマ t v 見てる人、こんなどういういます毎日見てる、週1見てる、じゃあここの世代じゃないってことですよね、まずアビマ t v 見てるのは、じゃあ皆さんの世代が見てるのかを聞いてみたいんですけど、見てない、誰が見てるんですか、おじさん、おじ,おじおちょここもう以上いやここ50代とか、五0代,代とか、いや50代の方もいますよ、ここには。 本当ですかなんか私、か私アベマ t v でアベマプライムっていう報道番組があるんですけど、はい、それの半年間 MC やってた時があって最初はもう10代向け、20代向けのニュースやっていこうぜっていうふうに、はい、アベマの方からも言われててもう私もずっとその日だったんですけど、はい、なんかだんだんコメント欄とかがなんかどう見てもこうこうれおっさんがなんか会話してるよなみたいな会話になってきて。<laughs> で今視聴者の なんか年齢層ってどれぐらいなんですかねって聞いたら、はい、ちょっともう504050 50の数字が多いですねっていうふうに言われてなそうするとそれで、ね、去年一緒に出ましたけどあのスマホで「朝生ナマ」ってタールさんとか堀江さんと一緒に出てあれけあのアベマ m a t v 始まってからの3か月の中でアニメの次に見られた番組だったんですね。でそれぐらい数字が良くて で見てみると普通の討論、てててての部分あるじゃないですか <laughs> 普通の討論のところはあんまり見られてなくてその後の飲み会があったんですね、オリエンさんとか飲みながらとにかく語るっていう、で田原さんは挨拶酒だけして帰ったんですけどそこのシーンからたくさんコメントがバーって3四4 0代ぐらいの人たちからのコメントが盛り上がったんで意外と討論番組とか見てる人が多いんじゃない、あとあれですね、マージャン多いんじゃないのかなっていうのはありますね。 じゃあなるほどねちょっとさっきネットフリックスがまあ定額お金払ってかっこいいみたいな話しちゃったんですけど今皆さんは毎月インターネットでお金払ってでも使ってるようなサービスってどんなサービス使ってるんですか定額で払ってでもそうですし毎月まあ,まあなんか使ってしまうとお金をさっき ZODO とか楽天は使わないけどみたいな話もありましたがどんなのお金払ってます私はメルマガですね メルマガにお金払ってる、えーっ。年代が違う感じがする。いやあれはもう三年ぐらい前から。はい、津田さん、堀江さん、はい、高橋さん、えー、っとあと,あとあ恋愛の人、恋愛広告の藤坂さん、四、はい、人ぐらい毎月えー、っと千円ぐらい払ってます、ね。なるほど。あれは勉強になりますね。他は他お金払ってもらえます？動画さん。事務とかですか。 う普段のリアルな話、えー、インターネットフリを話してあネ,ネットフリを、ね、話で思ったのはやっぱり圧倒的なコンテンツの質の向上がやっぱこの数年でかいなと思っていてで昔そのデイリーモーションとか YouTube でドラマが1週間後に見れたりとかしてましたけど広告が入ったりとかところどころ止まったりとか1話2話あんのに3話抜けて4話があるみたいなそういうのしょっちゅうやってそうじゃなくてネットフリーで完璧に「ハウス・オブ・カーズ」とかそういうたくさんいろんな素晴らしい番組が定額で見れることによってでさらにいっても。 マックス1,000円みたいなレベルだとやっぱりみんなお金を払うとで、まあ、市場としては健全化されてるんじゃないですかいいものにはお金を払うと僕もネットフリックスフールスポティファイとかですかね、うん。本当になんかネットフリックスとかはあのオリジナルコンテンツがめちゃくちゃ面白いんで海外ドラマとかめっちゃ好きなんですけどもうめっちゃ豊富だしもうなんか日本のドラマとクオリティが全然違いすぎて。 テレビとかを見るよりも,もう絶対ネットフリックスつけとくみたいなで流しておくみたいなネットフリックスはどこで見てるんですかスマホで見てるテレビで見てるいろんな場所があると思うんですけどあでもテレビですねあ、はい、テレビで見てるんですねなるほどなるほど椎クさんは、まあ、もちろんネットフリックスフルもそうなんですけど私の場合「ミラクルニキ」ってゲーム知ってますかあの中国のゲームなんですけどもともとはあのファッションゲームでもうほんと アホみたいなんですけど女の子がなんか着せ替えしてバトルするんですよでそのでもバトルめっちゃ面白いんですよでな <laughs> ダウンロード数がなんかもう本当1億とかなんかもうえみたいな数字ででそれにめっちゃ課金してますねで友達と何人かやってるんですけどみんな課金してるんですよみんなすごいなそれは言語は関係ない中国語 だったのが、日本語に最近になって、日本デビューして、若い子たちで、その女の子とか、やっぱりファッションに興味があるとかっていう子とかは、結構バリバリやって、しかも、その様子をまたツイッターにアップして、これぐらい課金してやっちゃった。テヘペロみたいな感じの投稿をしてます。<laughs> なるほど、じゃあ、ちょっとあと5分ぐらいで、全体となる。最後にですね、あのまあ、今日はあの、アンダー二十五、三人来ていただいてますが、他にどういったこう？ 同じ若手、あんな二十が若手がの方々、気になっている人がいて。もし自分が投資するんだったら、こいつは投資したいな、こいつは今いけてんなとかっていうのを、ちょっと実名会社名も含めて。ちょっと教えてもらいたいと思うんですけど、じゃあ。加藤さんがいきましょうか。はい、えー、そうですね。正直、なんかめちゃくちゃいますね、たくさん。めちゃめちゃいる、はい。どんどん上げてもらっていいですよ。えっと、多くても。 例えば今クラシルとかはすごいからもし堀江君がめっちゃ22歳の時にいたら投資しで僕がお金を持ってたら投資したかっただろうなと思うし最近ってそのなんか僕らの世代とかって結構インンターととかが割と普及してきた世代なんで,すよ、ね、なんで結構そのメルカリでインターンしてたりとかグノシーでインターンしてたりとかそういうあと今だったらあそこかな、えー、っとフィンクとかでインターンしてたりとかっていうのが多くてはい、はい、結構そのベンチャーとかに触れる機会が多い人っていうのが多くて。 でそれが多分2年ぐらいその各ベンチャー企業で修行をしてじゃあ今やるぞ今やるぞみたいな人が多くてそれこそ松山大河さんみたいにその僕らぐらいの世代の人に投資してくれるような VC も増えたことですごく増えてきてると思うんですよねそれが多分イーストベンチャーズとかあのスカイランドベンチャーズがやってる渋谷にあるハイブ渋谷とかコルプラさんがやってるルーツとかにいる企業家とかたくさんいますし多分名前を挙げてもあまり分かんないと思うんですけどメルカリ のインターンをやってて今起業したえっとフラットの井出君っていうそれこそのライブーライブ EC コマースをやってる子たちとかですねでそれこそあの僕の92年の代の起業家は結構多いんでそうですね多いねいっぱいいますね川本ータ君とかあの僕はみかんのうさみがめちゃくちゃ好きですねうん今はそうですね <laughs> はい とかは絶対成功するんじゃないかななって思いますなるほど椎木、はい、さんちょっと世代って言っても19世代で周りにちょっとどれぐらいいるか分からないんですがうんのこのお若手解禁気になっているとかがあればさすがにアンダー20ではちょっと全然人数がいな,くい,ないので正直ちょっとこの人っていうのはいないんですけどやっぱりクラッシルの堀江君は。 すすごいいなと思いますねずっとブレないであのなんかツイッターとか最近おとなしくなっちゃったんですけどめっちゃ前まで面白かったんですよもう死ぬほどなんか深夜にこう俺は負けないみたいなずっとこうなんか自己催眠を繰り返してるみたいな感じでいやなんかここまでこう自分に自信を持ってるというか,なんかこうできるできるって言い続けてる人って何かしらでやっぱりこう。 すごくなるんじゃないかなっていうふうにやっぱり間近で見てても思うので堀江君とかは、まあ、自分が年上だったら投資してしたいなというふうに思いますね他誰かいます堀江以外に、まあ、堀江は最近海外でも、ね、みんな押しますけど、うん、他何かいます他うーん。 でも私そもそもあんまり交流がないんですよね。す <laughs> すごすぎてじゃあ、どが君んがこのフォローいやいや、ね、私、日本だと,花さと、ね、花房さんとかですねあの、ハゲメディアやって、名前何でしたっけハゲメディア。ゴロゴロですね。<laughs> ハゲメディア。<laughs> ハゲラボですね。<laughs> ハ,ゲ <laughs> ハゲラボ、ハゲラボっていうメディアをやって、はい、すごいニッチな特化したメディアをやって、はい、この間、ユナイテッド入りした。彼本当に5、6年ぐらいの付き合いで、寝袋を でオフィスにずっといてしょっちゅうメッセージ来ててめちゃくちゃきつててスルーしてたんですけどで気付いたらここ1年半ぐらいで励めり始めててこんだけ伸びててでまだ今も事業コミットして若手に投資していくみたいな本当に何ですか活力勢力がすごい自分の100倍ぐらいあるんでそういう泥臭い、まあ、野球で上原選手みたいな企業家やっがいいんじゃないかなと思います、ね。海外だと私の友人で、P、ラ,ッキーラッキーっていう今25歳 の,あのオキュラスリフトを作った人で3年前にフェイスブックに20億ドルぐらいで買収されてますけど彼なんて私4年ぐらい前にデルのテキサスでのカンファレンスだって、えーちょっとね、あの短パンに、えー、ノースリーブ結構まあ小太りの方なんですけどあの乳首とか見え,見えつつのノースリーブで変なめちゃくちゃでも当時ものすごい変だったおものすごく大きなオキュラスのリフトつけてていやどうか俺はこれを世界圧巻するとか言ってでいつかフェイスブックとかに売りつけてやるって本当に売っちゃってそれが3年前でこの間日本に日本が好きなんで。 で日本もなんか原宿一緒に行ったらなんか VR つけて歩き回るからみんなの的でみたいなそういうの全然気にしない本当にいろんな他人の目を気にしないような人っていうのは我々も魅力が感じますねなるほどじゃあですねあの全体のところのご質問を受ける形にしたいと思うんですけどまあ質問ながらこっちからも指名しちゃいますが <laughs> なんか質問ある方はいらっしゃるどうぞいううま,ますょうか。 品川女子学院のうるしです。えー、シイキさんと一度会ってみたかったんで嬉しいです。<laughs> あとあの加藤さんに質問なんですけど、あの二つあって、えっ、ー、と一つは加藤さんの考えるあのー、プログラミング教育のいいところ意義っていうのを教えてもらいたいのと、あとつまらなくしない。 コツっていうんですかねっていうのはあのうちも何かやんなきゃいけないなと思ってウェブ制作とアプリ制作は全員がやるぐらいまではやってるんですけど、はい、今度2020年から必修になりますよねそうすると多分、まあ、つまんない教科書とかカリキュラムとかができて数学が嫌いな子と同じようにプログラミングが嫌いっていう子を増やすようなのがすごく危機感があるんですよ、はい、なのでその2点お願いします。 僕らプロゲートは学校向けのコンテンツも提供してるんですけど実際に品川女学院さんとコラボで勉強会をやったこととかもあってでそこでむしろすごく感動したのがその品川の生徒さんってもう自分たちで結構アプリを作ったりしてるんですよね。でむしろ僕らプロゲートとしてもあまずその2つに関してお答えしますとまずあの面白くするためには実際に物を作るっていう体験が絶対大事だなと思ってて。その教科書的に 法文はこうやって書くんだとか学んでても絶対面白くないのでプロゲートって絶対に書くレッスンでまずこういうクイズアプリを作ろうとか目標物を見せた上でそれを実際に作っっっててていいくくうのをやっていくんですよねで実際にそのシナジオさんの勉強会をしたときに感動したのが僕らはそれをどんどん教えようと思っていったんですけど、まあ、むしろもうその世代の本当にやりたい子たちってあの自分でもどんどんやってるんですよライフイステックさんの勉強会とかに参加してもうこういうものを作りたいから勉強するんだみたいな。 でそれで思ったのがその、まあ、無理にカリキュラムを押し付けるんじゃなくてやりたいって思わせてあげるようなきっかけを作ってあげることが一番大事なんだろうなっていうのをすごい思ってそのプロゲートとかでもやっぱり作れるものはみんな同じものなんですよクイズアプリとかそこだとあんまり創造性が生まれないというか結局みんな同じものを作るんで。 だからある程度の基礎をやった後にはもう自分の作りたいものっていうのを一人一人しっかり聞いていってそれをサポートしてあげられるような仕組みがすごい大事なのかなっていうのはすごい思いましたね、そこで。はい、ですみません、もう一個ありましたっけ一個が意義、はいね、今あの、稽古ごとですごくやりたがるあのやらせたがる親が多くなってきてるんであなるほど、うん、そうですね意義としては僕むしろその意義の方を常に推していて本当に僕、 自身の体験として本当に東大にいるときはもう絶対に院に行かなきゃいけないと思ってたしでそこから絶対に大企業に入って安定しなきゃいけないみたいな脅迫関連みたたいなのがすいあったんで,すよねでもそれが本当にプログラミングを学んだことでそれだけが道じゃないんだというか自分の楽しいことをして作りたいものを作ってそれで人々を幸せにできるこれプログラミングめちゃくちゃ面白いじゃんって思ってはいなので。 そう,ですね、そういったああきっかけを作ってあげてでつきっかけを作ってあげられることでそういった意義は一、はい、つ聞きたいんですけどあのこれだけ人工知能とか IoT とかオプティクスとか仕事がなくなるとか騒がれていてプログラミングってリププレイスされないんですかそうですすかそうねプロググラミング自体も結構簡単な部分はどんどんリプレースされてはいて例えば。 そのまあ簡単なウェブサイトだったらもうちょっとボタン配置するだけでできるとかはあるんですけど結局その配置するための仕組みを作っているのもプログラミングなんでむしろそれにどんどんついていかないと本当に飲み込まれていくというか何もできなくなっていくと思うのでまあ学あのリプレイスされて出ある程度はされると思うんですけど学ぶこととの重要性は下がらないと思い思ます他ご質問ありますかどうぞ,どうぞ 今日の話ありがとうございます。あの経済産業大臣政務官秘書官の小田切と申します。よろしくお願いします。えっと私のあの質問はたった1個でして、政府とかまあ、経済産業省何でもいいんですけども、国がこういうことやった方がいいんじゃないかなとかですね。これは辞めた方がいいんじゃないかなっていうのを20代とか10代の目線で何かある？教えていただきたいなと思ってます。これ何でかって言うと、私が前職ですね。兼業副業を通じた創業を促進するっていう。これ、研究をやったんです。その時に。 いた委員を生野真由さんっていうソニーの人なんですけれども、はい、その人引っ張ったんですけども一番やっぱ攻撃力があるというかエッジなあ意見をですね世耕大臣にぶつけていただいたのはやっぱり10代20代なんですよ私は10代20代の感性すごい信じてましてなのであの今日頃に思っていること国こんなことしたゃいいんじゃないかな経産省こんなことやってないかっていう意見があればですね教えていただきたいなと思います。 いいですか、ちょっとそれすごくあって僕らってそれこそ,そのプログラミング教育をどんどん広めたいなと思っててプロゲートを学校にどんどん入れていきたいと思ってやってるんですけどその文科省の人にしろ経産省の人にしろもう何だろうベンチャーに優しくないというかその24歳の若造がやっているサービスだろうみたいな感じでもう全然そもそも相手にもしてくれないんですね。なんでそ僕らがと… そこで取ったアプローチとしては本当にプロゲートを学校向けに無償開放してどんどん実績を作っていくでそこで協力していただいているのが品川女学院さんだったりするんですけれども本当にそううなんだろうあの大企業の作っているしょうもないプログラミング教育のアプリを2020年にすべての学校の人たちがやったら本当に日本は終わるなと思っていて本当,にプロ <laughs> 本当に思っていてで僕らは本当に。 いろんな経験はないですけどそのサービスに対する情熱とかサイ部ーのこだわりっていうのはめちゃくちゃあるのでそういったいいコンテンツをしっかり見極めてどんどん採用していってほしいなっていうのはすすごいい思ってま文科省が一番ダメだめですね経産省の人はまだちょっと話聞いてくれます。<laughs> この前 私あのもちろんあのさんそうですけどトックあの話題のところやらせていただいてまして意外と若い人たちもちゃんとその辺に食い込まれるなって思って私なんか2月の末 あの諮問会議で提言させていただきましたし意外とあんまり若いからとかベンチャーからっていうのは昔よりは改善されていってるなと思っていてそういう風潮がありすぎて我々はちょっとそんないきなり経産省なんて置かないところに行くのはっていうのがあるだけで意外と話は聞いて特に政治家の人たち官僚の皆さんはまだまだしも政治家を通しの方々を通してそういう会議に出るっていうのは可能ですよね。はい、たただだそれはやっっぱりり平さんだったあ

買い物するののっってて寂しいいうすごく新鮮だったんですけど何て言うのかな僕らの業界だとんかどん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 お店で買い物をしてる人がどん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 ネットで買い物するようになってお店って今結構閉まったりしてますよねでもんかどん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 閉まってくんじゃないかっていう危機感すごい強いんですねただこの前ちょっとアメリカにたまたま行った時にレント・ザ・ランウェイとかワービー・パーカーとかっていう。 あのところがあってお店をネットから出てるんだけどお店出してるんですねで行ってみたらすごい楽しそうにみんなお店でなんかドレスこう選んでたりとかメガネあこれにあ似合うとか何か言ってあ「似合う似合う」とか言って楽しそうにしててなんかこれまでって結構なんかネットにどんどん移っていくように思ってたんだけどなんかもうネットが普通になってきたら今度いややっぱりお店もいいよねみたいなこう揺り戻しっていうか来ていてなんか両方が 混じっていくのかなという気もするんですけどそういうところ今後についてってどんなふうに思われますかそうですか、ね、そでねリアルテンポはい思ますねその、まあ、高校生とか大学生とかってどうしてもこう親と一緒にいるとかあと友達と一緒にいる時間が多いのでその一人で行動する時間ってほとんどないんですよ。 なのでその一緒にいる時間帯で学校帰りに一緒に買い物に行ったりとかあと、まあ、時間がすごくあるのでその時間でこう、うん、時間を潰すみたいなことをするときにやっぱリアル店舗に行ってなんかこうブラブラするっていうのが1、まあ、つこう時間潰しにもなるのでリアル店舗はなくならないと思うんですけどその今、 めちゃくちゃ流行ってるショップが原宿にありましてスタイルなんだっていうあの韓国のアパレルブランドがあるんですよでこれ今まで日本に何にも進出しなくって初めて日本に進出してもうこの間あのちょうど土曜日行ったきたんですけどもう お店の中に入れないぐらい人があふれかえっちゃってて10代の女の子で,でそれぐらい,こういやネットで別に買えるのになんでお店にいるんだろうっていうかその別にパンケーキでもないのになんで並ぶんだろうと思いながら見てたんですけどそのやっぱりこうその体験というかそのスタイルなんだってすごくユニークだなって思うのがお店の中に撮影スポットがものすごく多くあるんですよ。 でその普通のお店とかって、極力こう商品を置きたいじゃないですか、売りたいのでだから商品のスポ,スポットを大きく撮ってでこう写真スポットなんか、多分ほとんどないと思うんですけど、もう置いてる商品がもうこれぐらいなんですよね、なのにこう撮影スポットはめっちゃあるみたいな、でその撮影スポットにめっちゃ多くの女の子たちが並んでて、でちょっとこう写真撮ったついでになんかリップとか買って帰るみたいな形で商品を買ってるので、なんかこう。 買い物を行ってるというよりかは買い物をしている私を取ってそのついでに何か買えたらいいなぐらいの感覚なんだなというふうに思ってなのでこう買い物自体をエンターテインメント化するってことがこれから多分すごく大事になってくるなというふうに思いますねの多分じゃあ最後の質問ということであの皆さんからの G1、えーまあ、なんで提言というか提案を聞きたいんですけども多分これから皆さんが直面する状況って自分たちより上の世代の人たちの寿命が伸びて定年も延長されたり現役が伸びていってその世代交代は まあ進むとは思うんですけれどもやっぱりその自分たちの上の世代の人を、まあ、ある意味うまく使って自分たちのやりたいことをもっともっとどんどんできるようにしていくってことがすごく大事になってくると思うんですけれどもあの上の人たちとどうやって、まあ、言ってみれば私たちとどうやって付き合っていけばそのよ,くより良い未来が出てくるかということをどう考えていらっしゃるかと。提言をするということですね、僕らに対して交渉シートからも含めて。 この間の間それこそダ田切さんのところの経産省の若手時間ペーパーにも書いてありましたけど60、65歳定年っていうのを終わっていって意外とみんなもっと働きたいんじゃないかっていうのがあってでこの間フィリピンの最大のえとまあ貨物とかあと人材育成をやってるマグサイサイっていうところのまあ女性のまあトップの方とお話ししていてやっぱりやっていきたいのって匠の技術が欲しいとでフィリピンって教育に関して言えば高校1年生までしか去年までなかったんですね。 で去年突然高校2年生と高校3年生を追加して12年生にしていきますと ASEAN の国々の中で一番経済が伸びているのにもかかわらず教育水準が追いついていないと、まあ、かなり不思議な国でして何が起きているかっていうとドゥテルテ大統領をはじめどんどんインフラビル,ビルとか道路が建っているんですが人が作れる人がいないと、まあ、教育水準が低いからなんですけどでなのでそういう人たちを教育するためにも、まあ、主にマニファクチャリング系人が多いんで製造業の人たちを日本から まあ定年退職以降の人たち60か七70歳ぐらいの人たちをわーっと呼び寄せてトレーニングしてもらうとで言語自体は通訳の人を返せばいいですしフィリピン英語なんで英語日本語の人たくさんいるんでそういう人たち返してもっと上の世代の人たち今まではもうあのこれで退職って呼ばれてたきた人たちにも新しい別のただ定年退職して休むっていう以外の道を示せたらいいんじゃないのかなとぼそぼそと教育にも今身を置いてますけど思っています。 うん大人の人との関わり方みたいなことですか <laughs> そうですね、何を,何を求めるか、あのー、やっぱ先生みたいな人ってやっぱどうしても苦手なんですよね、こういう先生方じゃなくてこう、あのー、世の中 世の中直しおじさんみたいな方っているじゃないですかこうあの君たち若者をこう先導してあげましょうみたいな全然なん,かなんか言ってることよくわかんないみたいな人とかはやっぱりどうしてもこう苦手意識っていうかああ出たよっていう風になっちゃうのでこう本当に同じ目線に立ってなんか自分もこうなんか年上の人が。 ちょっと嫌だった時期とかあるし、でもなんかそういう人とかになりたくないから、なんかできるだけこうやこうやってほしいこととか教えてっていう風うにやっぱり寄り添ってくれる人がうん一番こう側にいてほしいというか大人の方で関わりたいなっていう方ですかね。だからこうやってこのセッションに来る人たちがすごいマイノリティなて。 いや本当そうなんですよよみんんな直ししたいにかですね僕としてはやっぱりその夢ときっかけを与えてくれる人がやっぱりその僕,僕の人生に大きな影響を与えた人はやっぱそ,ういうそういったおじさんたちが多くてその僕が起業しようと思ったのもかっこいい起業家の先輩がいてその人が、えー、と僕が。 こういうのやりたたですっって言ったらアメリカに連れてってくれてアメリカのサウスバイサウスウェストっていうイベントに連れてってくれてあのいろんな企業に会ってみろみたいな感じで連れてってくれてであ企業がかっこいいなと思ったしでプロゲートを作ろうってなった時にも松山大河さんがあのきっかけを作ってくれたしでもその人たちに共通するのは本当にあのきっかけとか夢とかかっこいいところを見せてくれるだけで実際の細かいことにはすごい口出しをしてくることはないんですよね。でそういった 人たちが僕はやっぱりすごい付き合いやすいなと思っていて逆にあのめっちゃ細かいことですごいネチネチ言ってくるネチネチというか <laughs> あのいいこと言ってるっぽくいろいろ言ってくる人たちはあんまりバリューがないなと思いますい。<laughs> ありがとうございますというわけでまあバリューがない話で終わりましたが本日はあのこういった形で。 マンダ二十七九形の挑戦という形のセッションを終わらせていただきたいと思います。改めて、あのスピーカーに,皆さんに拍手をお願いします。ありがとうございました。